クソ邪魔老害。え、これチロルズなんですっけ。何もいいよ。チロルズ、チロルズガチ勢。チロルズガチ勢です。チロルズガチ勢です。レフトが直屋さんで、ぜひライト順平、ぜひ黄色い人たちを倒してほしいですね。ね、相手強そう、語彙力不足。強そう、強いとは。これシシャモなんてツッコミ下手すぎん。あ、そうやね。今ちゃんと見てなかったけど、ダイヤショット、ダイヤ、ダイヤ系よく見てなかったけど、シャモさ苦くね。え、俺シャモめっちゃ好きなんやけど。何が好きなの。え、あのつぶつぶ感、あれが嫌なんやな俺。あの魚卵感が好きな。魚卵感が嫌いなんやな。そっちに合うよ。どう。いや、シャモどう。好きですよ。あ、マジ。ああ、食えんことないけど苦いったやつのあそこら辺が。まあ、めっちゃ苦いよシャモ。お前ループしとるやんか、お前。タイムリープしとるやん。あのデジャブだったあったんやけど、前回ロックしてた。え、俺長となんか記憶しとるん俺。もう好き、もういい、こっち聞いといてみたいな。じゃあもうそこら辺に乗ったらいいな。夏休みの手伝い、宿題手伝わせた。ゆむくん打つやん。勝てそう。セミの感想がマジ超強い。強い、勝てそう。すごい。なんか落ち着いてますよね。あの白の帽子の人すごくね。すごい。おお、なんか落ち着いてますよね、タイムリープ。なんでやろ、俺らめっちゃワーワー言ってる。敵がおらんとこに打つの上手いよね。迫力だけある。なおラインは見えてないもんね。サグー期待でく。サルトエースエキさんの白が多すぎて弱ったよ。サブロワーの音もあったよ。なんかずっと高校の前から。それは分かっとるけど、なんか仕事大変なんかなって思った。最近そういうツイートなくない。笑った。どうしてたチロルズの OB で一番ホワイト企業に就職してる人誰か。そういう意味じゃまず私たちが一番ホワイト。
回行ってこいじゃん。4対12です。勝てるんですか。ボロボロで勝ってるやん。勝ってます。そろ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 かな。行ってる。ストレッチしすぎじゃね。2試合目じゃない。おじいさんやけ。気合いやないそれ。あれ気持ち入りすぎやない。しっかりストレッチして気がするからね。はい、年をかね、年を感じるやろ。アップ方に年を感じる。する力入らない、ね、気にしてからかな。チルルズガチ2ぐらいやね。チルルズガチ1がそこやな。ガチ0かな。ガチ0ガチ1みたいな。おお。あ、今日家族連れ多くない。なんかああいうのでわーってなるのは100回ぐらいみたいな。ガチでストレッチしたら必要ないけど。あいつ一番派で。マジでさっきの試合全然ボール触ってないけど。サーブカットおらんみたいなもんやって。上がりすぎ悪さ、前に来たらどうするの。日本のために試合頑張るよみたいな感じで。失礼か。決まらんすね。今日あ気持ちいいけど。まあ大学って最近どうっていうなんか当たり障りのない適当な考えで。それ言います。いや、まあ、まあ普通ですよ。なんか動画見とる人にこいつコミュ障やなって思われたくないって。あ、そういうことですか。自分で言うっていう。でどう。いや、それどうやって答えてれば正解ですかね。いや、僕は求めてないけど。いや、普通に面白いっすよ。話題を膨らませようとして種をまいたぐらいな感じ。話題っすか。いや、話題は考え、なんか1年の時と変わったこととか。いや、なんかそうやん、小太郎とつるんどうってか一緒で、はあ、よく聞くのが、はあ、男気じゃんけんを毎日のように、はあ、しかも1日に何回もやるって聞いたんやけど、はあ、バカな。4000円ぐらい飛んでいきますよ、1時間で。だから誰かやめようってやつおらんか。俺自分やめようって思ってます。言わんけど、結果ノリでやるっていう。怖っ。え、何人でやりようと。10人ぐらいです。多くね。釣れた人数も多くね。お前1年に今入りたて大学。いや、2年っすよ。10人で150円とか。いや、まあまあまあ、なんか、アイスとか。そうそう、アイス。アイス腹壊さん。冬のみたいな。アイス4回食ったりしますよ。てか、ま、さっき買ったもの、男気あったものが余った状態でもう一回やりそうやない。あ、飲みながらみたいな。でもお腹いっぱいのやつは文房具。そんな中村おらんやろ、そんなやつ。いや、います。大量に。そんなやつらが全部そこに集まったからさ。ああ、そうっす、そうっす。ひぼっ。しかも教育にっていう。クソだろ、バカナがやめてほしいってこと。バカナにやめてほしい。あ、言ってたんすか。日記で。あ、バカじゃない。いや、コタロウもやめたい派なんすけどね。コタロウ、それやめて遊ぶ金に回してほしいっていうけなげな思いが、うわ、日記に綴られてましたけど。じゃあもうワカナもすればみたいな。そう。でも緩和されそうやない。入ったいや、かあ、やめたがよくねえ感出るくない。いや、出らんすよ多分。マジでバカバカっす。バカやね。マジか。バカやな。
じゃあトータルで、はい、得しとうとも損しとうと思う。あ、めちゃくちゃ損しますよ。普通に2万ぐらい損するじゃないですか。入試じゃあおごってもらった、あ、てかおごってもらった分とおごった分はプラスマイナスどっち？マイナス。やば。バカや。参加者の負けやから。いや、なんか俺結構な確率でおごらないと損しまうから。やらんだよ。いや、やりたくない。なんか池田くんの LINE の着信がこれで一回イラッとしたキモ本当にやった。18対10で勝ちました。